今夜のゲストはこの方たちです。ふぅー、せーの、こんにちは、ロケットパンチでーす。ロケットパンチのリーダーヤニでーす。はい、ロケットパンチの自信いっぱいシエンです。ロケットパンチのジュリでーす。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。一気に華やかになりました。ねえ、明るかった、で曲が実はあの最初流れるってお伝えしてなかったので、うん、流れてる最中に、はい、あ、喋っちゃったって言ってもらってて、はい、あ、また大丈夫ですよって喋っちゃったって言ってたんですね。はい、かわいい、びっくりしました。皆さんは年齢で言うと誰が一番お姉さんなんですか？はい、ジュリが24で、一番お姉ちゃんで、ヨニがシユン。なるほど、はい。やっぱりあれですか、メンバー内でやっぱりお姉さんが引っ張ってる形なんですか？あ、日本では、はい、はい、日本では、はい、日本ではそうですね。韓国ではリーダーのヨニが引っ張ってくれてて、はい、はい、なるほど。え、じゃあ皆さんのちょっとね、うん、まずちょっとご説明させていただきます。はい、本日のゲストは、ロケットパンチの中から3人に来ていただきました。はい、ミュージックビデオの YouTube 総再生回数はおよそ1億回。すごい。韓国の6人組アイドルグループのロケットパンチの皆さん、はい、3人に来ていただきました。はい、長い練習期間を経て、うん、完成度の高いステージパフォーマンスと歌唱力、うん、そしてパーフェクトなビジュアルなど、うん、オールラウンダーガールズグループとして2019年8月にメジャーデビュー、はい、デビューしてすぐに2019年 AKB48 のジュリさんはもちろん、うん、皆さん日本語も堪能というところから、ケッチーと呼ばれるファンが日本でもどんどん増えているというグループです。うん、はーい、合ってますか今ので？合ってます。合ってますか？合ってます。確かに3人とも日本語お上手ですよ。ジュリ先生なんですか、日本語に関しては？はい、そうですね。そうですね、そうですね。韓国でもずっとジュリアンと一緒に会話しながら、うん、あの間違えたらすぐ帰るって感じで、うん、でも私が韓国でその2年半いたんですけど、はい、2年半の間ずっとメンバーが助けてくれてたんで、逆に、はい、日本に来て支えられて、あ、支えることができて、はい、本当に嬉しいです。今すごい。でも韓国を逆に覚えるのも大変だったんじゃないですか？あ、そうなんですけど、うん、でもやっぱり、うん、あのみんな一緒に住むじゃないですか、うん、K-POP グループって、うん、なんでなんか自然にやっぱり、うん、あの学びますね。じゃあメンバーから見てもジュリさんの韓国語はもう、あ、もう上手いです。もう韓国人です。へえ。上手上手。やっぱ歌を歌う中で日本語バージョンだと日本語の歌詞ですもんね。うんうん、はい、そうです。ここはもうあまり苦労しないんですか？あ、でもまだあの難しい発音もあるんですけど、うんうん、これは練習いっぱいして、うん、あのレコードとかやってきます。うん、はい。でもかなりお上手ですよ。あ、今聞いてると。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。頑張りました。メールもいただいていまして、はい、神奈川県からラジオネーム大君さんなんですが、はい、中島さん、北条さん、こんばんは。そしてロケットパンチの皆さんもこんばんは。こんばんは。ロケットパンチのみんなは本格来日は今回が初めてになりますが、日本をすごく楽しんでるようで何よりですと。で、日本のファーストシングルのフィオーレが大好きですと来ていまして、リリースイベントも行きましたが、うん、生で見るロケットパンチのステージは圧巻でした。わー、そんなロケットパンチなのですが、ジュリちゃんがたまに使うエセ関西弁が他の韓国のメンバーに移っちゃってるようです。エセ関西弁、はい、で MC 実はあの私北条が兵庫県出身、関西、はい、イフちゃんが滋賀県、はい、関西の出身ということで、はい、関西弁好きです。あ、本当ですか？はい、関西ですよ。可愛いなので、のロケットパンチの関西弁ぜひ聞いてみたいですって。聞いてみてくださいできました。聞いてみてください。普段結構使われてるんですか？あ、なんか自然に出ちゃうっていうか。自然に出ちゃう。はい、が本当あ、あ、話することを並んで。ファンの方からエセ関西弁っていう。いや、私は関西出身じゃないんですけど、友達に関西出身の子が結構いるので、はい、でも私。だからエセ関西弁を教えないようにしてたんですよ、逆に、はい、なんか自信ないからちゃんと標準語で行こうと、はい、でもメンバーたちがなんかすごい聞いてくるんですよ、うん、やっぱりその、はい、あの言う方なんていうんですか、関西弁を、そうそうそう、なんで
なんか教えるしかないじゃないですか。だから多分エセ関西弁になっちゃってるんですよね。あ、めっちゃ面白い。韓国にいても、うん、その関西弁っていうその方言って皆さんご存知なんですか。知ってるよね。はい、知ってます、うん、知ってます。なんか韓国でも方言っていうことがあるから、うん、こんな感じで似てることなんだってなりますね。へえ。どんな関西弁が一番お好きなんですか。あ、好きな関西弁、ユニ。あ、ユニは最近あのパンに習った関西弁があったので、ファンに習った、うん、関西弁があったので、はい、あのめっちゃ好きやねん。うわあ、それずるいな。これを習いました。いいワード。いいワード。はい、私はなんか変とかやんやなとか使って語尾につける。はい、なんかロケットパンチ愛してくれんみたいな。してないと、これ関西弁ですか。関西弁ですね。ちょっと九州の名前も見えましたけど。あ、そうか。九州ですか。はい、ちょっと九州。ちょっと惜しかったな。惜しかった。そうなんだ。ジュリさんは好きな関西弁何なんですか。え、私は大きに。ああ、大きに。大きにがありがとうですよね。うん、そうですね、はい。すごい素敵だなと思って、うん。関西弁って感じしますよね。そう、これぞという、はい、うん。本当に使えないじゃないですか。エセでは多分大きにしか。うんうん、そうですね。でも関西でももうおばあちゃんとか上の方しか使わない。上の方が多い。本当ですか。方であんまり大きにはたまにいますけどね、うん、はい、大きに、はい、ぜひ使ってください。はい、ありがとうございます。え、関西大阪に来て美味しいもの食べられましたか。うん、あ、まだ食べ、まだ食べ、今日朝来て、今日の朝なんですか。はい、ずっとスケジュールしてて、はい、まだ食べてないですね。おすすめ食べることありますか。でもね、やっぱり王道はそのお好み焼きとかたこ焼き。食べたいです。好きですか。まだ日本に来て食べたことない。うん、3時間くらいだったよね。うん、だったけど、うん、だったけど、うん、まだ食べなかったです。ぜひ食べていただきたいですね。え、日本では何食べられたんですか、うん、来てから。東京で、はい、東京で、どすき焼きとか、うんうん、食べ、なんかいいな。焼肉とか、お寿司、うん、お寿司、これぞ日本のご飯と、うん、はいはい、これもジュリさんがこれ食べな、これ食べなっていう。あ、でも韓国にいるときに、はい、日本来れなかったときに、うん、もうインスタでメンバーが日本のそのフードを調べまくってて、うん、これどう？聞いてたんですよ。これどう？一緒に行こう。もうお店の一覧とか、はい、メーカーまでメモしてたので、なんでそこにみんななんか時間あるときに行ってるって感じです。へえ、はい、一覧に？うわ、一覧行ったよね。一覧に行きました。こんな一人一人の仕切りのラーメン屋さんに。はい、不思議でした。食べてたんですか。はい、日本語上手です。すごい。え、逆にあの結構このニューパラ火曜日は K-POP をかなり推してる曜日なので、はい、韓国好きの方も多いんですけど、うん、今韓国で来てるフードって何があるんですか。あ、韓国で来てるインギーヌが、え、フード何があるか。チキン。あ、チキン味は、うん、あ、なんかチキンの味が、メニューがいろいろなことが出るので、うん、新しいの、うん、新しい、うん、なんか何があるか、なんかバジル、バジル、バジル、バジルとか、なんかこんなことが出るそうです。へー、今日本にいてよくわからないけど。よくわからないけど。バジルはあまり見ないですね。見ないですね、うん、じゃあ今後来るのかな。うん、食べたい。 あと実は先日クレビティの中からお二人来ていただいたんですけれども、うん、韓国で日本のギャルピース、あー、そうです、流行ってますと教えてもらったんですけど、うんうん、はい、これこれです。やっぱり流行ってるんですか。めっちゃ流行ってるよね。めっちゃ日本からなんですかね。そうだと思います。はい、多分そうです。で、そこでコンスニポーズを教えてもらったんです。あー、知ってた、知ってた、すごいです。逆に何ですかって。結構ネイティブな。あ、そうなんですか。はい、そうなんや。あ、そうなんですか。はい、じゃあすごくいいポーズだったんですね、教えてもらったの。そうだったんです ね、 ねえ、どんどんもうめっちゃ息で使っていこう。ねえ、うん、そのキャラクターを知らなかったので。撮ってください。はい、撮ります。はい。他にあります？おすすめポーズ。ルピピスっていう、うんうん、はい、このピースが髪の毛みたい、はい、あ、ルピピスっていうキャラクターがあります。はい。そのキャラクターのルピーっていうキャラクターがいて、そのキャラクターの髪の毛の形、うん、見た目がそのポ、はい、ピースみたいで。みたいで。こうやって写真撮ります。ルーピーピース、フリクラとかで、はい、ルーピーピース。結構じゃあキャラクターからポーズが来ることが多いんですか。はい、そうです、はい、そうです。今韓国、うんうんうん、ちなみにロケットパンチポーズはこれピオレかな。難
難しい。お花、お花を表現したポーズです。小指と薬指。ごちそうさましてから、はい、人差し指と中指だけ離してお花を咲かせる。あ、できた。できた。あ、すごい。あ、そうです、そうです。すごい、すごい。パッと見難しそうやのに、はい、説明してもらった。今の通りにやれば、はい、すぐできます。やりやすい。覚えた。うれしい。すごい。お花です。わ、すごい。じゃあ、いっぱいポーズをものにしましたね。時間で。困らないですね。写真撮るとき。ね。普段って、まあ、ジュリさんはね日本にいたのでもちろんですけど、はい、日本の楽曲って皆さん聞かれますか？言ってます。誰の曲聞くんですか、うん、普段って、まあ、なんかスユンは、はい、スユンはあのユーリさんの曲とか、うん、あのヨルシカさんの曲もいっぱい聞いてるし、なんかティッシュさんのレコードとかも聞いてます。練習もしてますし。すごい。それって韓国でも流れてるんですか？結構結構そのみんなが好きでアーティストの、うん、あの韓国の K-POP アイドルも好きなアーティストさんが、うん、ユーリさんとか、はい、ディッシュさんとか、ヨルシカさんとか、ヨアソビさんとかですね、うん、日本のその感性なのでその歌詞とかが、はい、あんまり韓国にない楽曲が、うん、やっぱりすごい注目されている感じがします。私は韓国にいて、まあ、歌詞が全然違うからね、うん、歌詞が全然違います、うん、違います。ヨンヒさんはどんな感じですか？あ、ヨンヒもスユンと一緒にユリさんのドライフラワーとか、うん、レモンとか、レオもレオも聞いて泣いちゃいました。パーキューシー2人、いや、こう3人でね、練習室で、あのレオあるじゃないですか、はいはい、あれの PV を見ながら、うん、韓国の語のその翻訳の歌詞も見ながらもう号泣して悲しすぎて。みんな犬飼ってるんですけど、実家、うん、はい、でもうね、やばかったね。やばかったです。やばかったです。へえ、うん、じゃあやっぱりもうそれぞれお互いの国でやっぱり人気な曲は人気ですね、はい、ね、すごい人気です。すごいです。共有していますよく、うん、面白いですね。で結構そのこの番組でも、はい、うん、このスタッフも含めて、うん、最近ガールズプラネットクククナレーション見たり、うん、それこそプロデュース48を見てるスタッフもたくさんいたりして、結構韓国のオーディション番組は、うん、はい、激推ししてるんですけど、もたくさんありますもんね。たくさんありますよね。追いつけないぐらい。僕たちが見てるのってやっぱり言っても一部じゃないですか、うん、参加されててどうですか、ジュリさんとか大変ですか？聞きたい。私とスユンが、うん、プロデュース48、はい、大変だよ。大変だったよね。すごい。大変じゃなくはないです。はい。スユンさんとジュリさんはそのオーディション中のどのあたりから仲良くなったりとか。いや、私とスユンは全然喋んなかった。はい、全然喋んなかったです。本当にこれなんかこうやって、うん、チームにデビューしたのが、うん、そうそう、奇跡というか、このぐらい会ったことないです。ロケットパンチがスユンとの、まあ、改めての出会いっていうか、 その時は何人ぐらいいたのかな、100人近くいて、100人、グループが全然違ったので、うん、やっぱり喋んなかった、韓国人とは喋んなかったですし、やっぱその本当にスケジュールが忙しすぎて、みんなと仲良くなるみたいな感じではなかったんですよね。やっぱ評価されて、確かに毎日練習して寝れなくてみたいな、うん、はい、韓国語と日本語もあんまり、私韓国語全然喋れなかったから、中国語日本語全然喋れなかった。そうです。あの期間を経て覚えてるんですもんね。あ、そうです、はい、はい、そうです。うわ、なんで、そんな感じ、はい、逆にその普段自分が参加してないオーディションとかもチェックしたりするんですか？見ますよ。同じアイドルグループって見るよね、宿舎で、はい、そういう番組は見ます、みんなで。じゃあヨンヒさんもお二人の顔とかは見たことあったなとかあるんですか？え、でもユニは見てたよね、うん、はい、見て一緒に練習してたから、はい、そっか、はい、一緒に練習しするとき、私とソイというメンバーが一緒に、はい、あのプードっていうプログラムに出たことなので、はい、そうです、ユニは応援してと見てましたね、はい、頑張ってな感じで練習しながら、それ見てる時ってどんな感じなんですか？参加されてる方々は本当に頑張っての感じで、はい、本当にシーンとかももうみんながなんか大変らしい、大変そう大変そうだったね、うん、だったから、本当に練習しつつ会った時にも本当に頑張ってみたいな感じでいつもそうですね、はい、そんな感じがありましたよね。裏側聞けるのすごい貴重ですね。あれだけニコニコしてるのが不思議なぐらい多分大変なんだろうな。
って練習期間も皆さんすごく経て今回デビューもされてるんですもんね。あ、みんな違います。4人が一番長くて、はい、あ、そうなんですね。3年ぐらいしてデビューして、シーンは2年ぐらい、はい、しました。もうその努力はもう今になったらいい思い出になってるんですか、うん、どうなの、あの期間は。あ、その期間、あ、いい思い出です、はい、いい思い出 で、あのジュリアンに初めて見た時も、この時も全然なんか日本語全然喋らなくて、うんうん、あのジュリアンにの部屋でなんかグーグルで、うん、なんか翻訳機で、あ、そう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 、なんか 話し合いしてね、うん、でも本当にその練習生の期間がなくかったあなかったら、うんうん、その成長するのができなくて、うんうんうん、本当に大事と思います。その期間、そうですね、なんかね、皆さん当たり前のようにされてることがまずすごいですよね、見てると。確かに。でもあの我々もそれ見て頑張れってなってます。そう、なんか自分も頑張ろうって思いますよね、うん、なんか自分がやりたいことを、こんなに頑張ってる子がいるのにっていうね、はい、本当に思います。ありがとうございます。そんな皆さんなんですが、はい、まあ、今回ね、日本にもいらっしゃったということもありまして、うん、先月の末にですね、はい、ジャパンのファーストシングルフィオーレをリリースされました。じゃあまずその待望の日本ファーストシングルを皆さんに聞いていただきましょう、はい、ロケットパンチでフィオーレ。はい、はい、まあ、もちろん韓国では他の曲はね、うん、たくさん出されているんですけれども、はいね、日本でのファーストシングルということで、うん、はい、まずはどんな一枚になりましたか。はい、ヨニーがちょっと教えてあげます。教えてください。ちょっとミスして、あの、お、あ、フィオレは、うん、あのイタリア語でお花という単語なんですけど、はい、うん、あの恋する女の子のドキドキする気持ちをお花で表現して歌った曲です、うんうん、はい、MV 見ましたけど、はい、本当ですか。お花がだから、うん、はい、もうたくさん出てくるんです。そうですね。お花に世界が入って撮影しました。え、虫がやばかったです、ね、虫が、あんなに華やかな感じなのに、ね、やばかったよね、虫。怖かった、本当にやばかったです、やばかった、ね、でも自分たちがお花に本当になれたんだって、うん、ポジティブに、ポジティブに、はい、そんな 裏事情があったんですね。来ちゃうぐらいって、はい、そうやって考えなきゃ、うん、ね、歌詞はね、こう日本の歌詞になってますけれども、うん、はい、お気に入りの歌詞はありますか。はい、私はあのスユンはスユンのパッドなんですけど、はい、ブリッジで心がこんな熱くなったことないってって感じがあるんですけど、うんうん、はい、もう本当に好きだから胸が熱くなるっていうことな、うん、じゃないですか、うん、はい、あれがなんか伝える、うん、感じがして、うん、これ本当にすごいなと思いました、うん、本当に好きなんだ。ちゃんとね、その日本語のセンテンス一つの意味もしっかり分かりながら、ね、ね、はいはい、歌うってことで素敵。え、どれぐらいかかるんですか、日本語バージョンを覚え切るまでって。確かに覚え切る、いやいや全然かからない、はい、全然かからない、韓国の曲と同じです。同じぐらい、同じぐらい、それこそ文法が同じですもんね。同じですよね、あ、はい、同じです。それは大きいのかな、うん、あとファンクラブ限定版では、うん、メンバーオリジナルのこれすごいボリュームのラジオ番組が収録されていると。そうなんですよ、気になるこれ。あのスタッフから、はい、ジュリーさんの爆笑エピソードから始まる豪華2本立てと。え、そんな面白い話したっけ。え、しかも2本ともですよね、2本ともジュリーさんの爆笑エピソードから始まるって聞いたんですけど、ちょっと負担がすごい。ちょっとプレッシャーですけど、ま、内容はね、あの内緒の部分も多いと思うんですけど、うん、はい、どんな感じのラジオになってるんですか。でもあの全部ロケットパンチだけで収録したんですけど、はい、みんな全部日本語で収録して、はい、なんでいや本当にでも私たちの日本語はなんか高校生みたいな会話なので、うん、なんで私たちの楽屋みたいな感じで、うん、はいはいはい、本当に素でカフェみたいな、はい、なかなかじゃあ、ね、でもメンバーのミスがあるんですけど、はい、そのミスがちょっとやばい、面白いやばいすぎて、ここにいるメンバーのミスじゃないんですか。はい、ここ一人ちょっとやばいです。あの子すごいです、まあ、ソユンギョンっていうメンバーなんですけど、ユンギョンちゃんが、はい、どうしても覚えられない単語があるんで、日本語で。そうですよね、発音が難しいとかですか。そう、似ててその下手と変態が似ててなんかそれですごいミスしちゃうんですけど。なるほど、これは楽しみですね。これもあのカットされてないんで多分、はい、全部しかありのまま
お出ししていいんですね。全部白くして大丈夫なんですね、カットせずに。でもそのミスをきっかけにちゃんとできるようになったんですよ。はい、やっぱ成長過程の一つなので、このラジオ。あ、じゃあもう大事なんで、やっぱ絶対ファンの皆さんには聞いてほしいです、うん、はい。成長のきっかけになった瞬間が収められてるっていうことで。そうなんです、はいはい、いろんな方皆さん見てきましたけど、はい、まだあります。まだありますね。今回はこの今日もそうですけど、日本のラジオにご出演していただいてますけれども、うん、韓国でこういった音楽系のラジオとかもあると思うんですけど、うん、はい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 、違ったりします？日本と韓国でこのラジオとかって。なんかありますよ。あの韓国ではあんまり見えるラジオっていう、はい、カメラがと一緒に撮影しながら、そうそうそう、ラジオする形、うん、見た目を見える、うん、ラジオが多すぎて、はい、ああなるほど、はい、今も顔が映ってる状態だから、うん、韓国では、はい、なんで結構ね、本気で笑わずに綺麗に笑う、うんうんうん、なんか、そっか、これカメラだと思ってて、確かに、確かに緊張しちゃう、緊張しちゃう、緊張しちゃうよね。実はあれが、アシスティブだと、あれ今見てますか？あれ違います。ないです。大丈夫です。大丈夫です。韓国のラジオはそのずっとライブで、うんうんうん、はい、顔も、はい、流れてるから、ライブ配信も込みで。話さないタイムもあるし、うんうん、なんかね、スクリーンショットを見て、はい、話さない瞬間で、歌が出る瞬間でも、うん、だから踊るしね、うんうん、ちょっと踊るの見たかったな、じゃあ。いつもだったら今流れてる最中は踊ってたんですか？はい、踊ってました、はい、こうやって、嘘ついとけばよかったですね。嘘つけるって言ってなかった。ラニーのカメラ置いとけばよかった。でもじゃあ逆に日本のラジオもそうした方がいいとかもありますか？どう、なんか、ないです。でもちょっと、ないです。いや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 、でもちょっと緊張してますね。そっか、日本語だから。あ、日本語だから。あ、それあります、はい、日本語だから、うん、ちょっとミスしちゃダメだ。そうか、確かに声だけっていうのはね、はいはいはい、緊張しちゃいますよね。主演の表情が全然見えないから、うん、どういうこと言うか、うん、話すことだけなので、うん、ちょっと緊張しちゃう。ミスとかが、いつも以上にね、皆さんの声は多分、そうですね、集中して聞かれてますもんね、はい、いや、またいい機会だと思いますよね。はい。あと日曜日に発表されたんですが、14日木曜日19時夜の7時からは、はい、この大阪の梅田にあります、うん、MBS のビルの1階茶屋町プラザステージでリリースイベントを行うと。お、はい、そうです、そうです。かなり手芸かわいい、かわいい、癒される。かなりファンの方とも近くですよ ね、 ね、はい、フィオレも披露するので、ぜひ見に来てください。見えるんですか？ねえ、ジュリさんはもちろんその AKB 時代とかで関西のファンの方とも交流あると思うんですけど、はい、そうですね、印象はどうですか、うんうん、関西、印象、あ、関西のファンの方の印象ですか、はい、でもノリがすごく良くないですか？うん、そうです ね、 いいですね。なんかすごい打ち解けるのが早いというか、うん、そう、楽しんでるのが全身に出てるので、はい、なんかすごく見てて、あの、嬉しくなります。うん、楽しみ。だからその関西のファンの方も中心に、うん、はい、多分見にいらっしゃいますからね。はい、会いたいです。会いたい。でももうこの日本語があったらお話できますもんね、ファンの方と。はい、全然できます。お話できます。じゃあ今日お披露目した関西弁もしっかり披露して、はい、関西弁を言っていただいて。いや、めっちゃ好きって言われて困るな。困りますね。帰りたくなくなりますね。めっちゃ好きやねんはずるいですけどね。ずるいですね。で、これあとファンの方ケッチーって言うんですね。ケッチー、はい、このケッチーの由来は、ロケットパンチのケッチー、うん、なるほど、はい、なるほど、そこそこそうか、はい、だからもう、うん、今ケッチーになった方もいるかもしれませんね。ね、そうですよ。会いたい方はあの14日、はい、夜の7時から梅田で、うん、はい、チェーマンチプラザステージでイベントがありますので、はい、そこでぜひ生で皆さん見てください。はい、今日はその生配信がないのでぜひね、もう姿を見ていただきたいですよね。今聞いてくださってる方々に。我々は見てるんですけど、韓国って皆さん一人一人映すじゃないですか、はい、パフォーマンスの後とかに、はいはいはい、あれもたまらないんですよ。あ、チッケム、はい、あ、チッケム、チッケムたまらない。日本にはない文化なので。そうですね、そうですね、そうなんですよ。それも含めて多分日本の方はなかなか見られてないので、はい、楽しみだと思います。はい、はい、参加方法など詳しくはロケットパンチのホームページをチェックしてみてください。はい、なんともう早いことにお時間が来てしまいました。楽しい。
ね、ただこのラジオ聞いてらっしゃるケチの方、はい、新しいケチになった方、うん、初めて皆さんのお声を聞いた方もいらっしゃいますので、はい、最後に皆さんからメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。お願いします。はい、皆さん、おきの皆さん、ヤニです。みんなケチになりましたか？これからのロケットパンチも期待してくださいね。めっちゃ好きやねん。うわー、出た。はい、ロケットパンチの主演です。今日本当に楽しかったし、皆さん、ロケットパンチを忘れちゃあかんで。また会いましょう。ありがとうございました。はい、ジュリです。リスナーの皆さん、聞いてくださってありがとうございました。ロケットパンチのフィオレ、たくさん聞いてな。かわいい。ありがとうございます。じゃあまたぜひ日本に来た際は、はい、ミューパラ火曜日にお越しください。はい、お願いします。短い時間でしたが、ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲストはロケットパンチのヨンヒさん、スユンさん、ジュリさんでした。